体制完了、スタートしました。さあ揃ったスタート、まずは10番体制ドリームが出ていきます。固まっていますが、内から2番の宮地大河が行って、マイネルプロンプト最初の障害踏み切ってジャンプ、この日越で4番のマイネルプロンプト先頭、内から2番の宮地大河かわして先頭変わります。3番手に5番のお重長さん、内から1番の日本ピロバロン、そは10番の大成ドリーム、正面スタンド前、その後ろに3番シンキングダンサーがいて、8番ルペールノエル、外から11番のヤマニンシルフ、内には6番のラピッドシップの追走、水郷障害に向かいます。2番の宮地大河先頭、3馬身振り切ってジャンプ、低い飛越でクリアしました。後続も続々と飛越、ヤマニンシルクの後ろに9番のシゲルボスザールが追走、ピキッてジャンプ、池脇を越えて最後方は7番の東亜月光、1コーナーを回っていきます。先手を取ったのは2番の宮地タイガー、リードを2馬身、池脇の障害を踏み切ってジャンプ、2番手4番のマイネルプロンプト、3番手5番お重長さん、その後は2馬身差、ダートを横切って、内に1番の日本ピロバロン、1馬身外は10番大成ドリーム、2コーナーのバンケット、谷を下って駆け上がっていきます。2番の宮地大河先頭で駆け上がって2馬身のリード、スーッと5番のお重長さん、1馬身差を詰めていって2番手、そう3番手に1番の日本ピロバロン、内4番マイネルプロンプト、高低差 5.3 メートルの深い谷を下って大障害コース、さあ深い谷を駆け上がってくる1番の日本ピロバロン、外には2番の宮地大河、内には5番のお重長さん、固まって最初の難関、高さ 1.6 メートル、幅 2.05 メートル、第一区画、宮地大河先頭で踏み切ってジャンプ、お重長さんも綺麗な飛越、後続まで無事飛越を終えました。拍手です、場内大きな拍手。左にカーブを切って、2番の宮地大河先頭、リードは2馬身、2番手はうち1番の日本ピロバロンと5番のお重長さん、4番手に4番のマイネルプロンプト、4コーナーから3コーナーへ、そのうちに10番大成ドリーム、5番手3番シンキングダンサー、じわっと差を詰めて3馬身6番ラピッドシップ、8番のルペールノエル、踏み切ってジャンプ、3、4コーナー中間の障害、後方に11番ヤマニンシルフ、9番のシゲルボスダルガース、後方2番手、最後方2馬身7番の東亜月光、第3コーナーの谷の下っていきます。さあ駆け上がって先頭は2番の宮地タイガー、リードは1馬身、2番手に1番の日本ピロバロンがつけて、再び大障害コース、高低差 5.3 メートルの深い谷を下っていきます。3番手に5番のお重長さんの追走、谷を駆け上がってこれからダートを横切ります。最大の難関、高さ 1.6 メートル幅 2.4 メートルの大池明へと向かっていきます。2番の宮地タイガー先頭、宮地タイガー踏み切ってジャンプ、外から並んでいった5番のお重長さん、そして1番の日本ピロバロン、3番手最後方まで無事飛越を終えて、またまた大きな拍手、池脇に向かいます。宮地大河振り切ってジャンプ、2番手5番のお重長さん、3番手3馬身少し空いて、1番の日本ピロバロンが3番手、1コーナーを回ります。4番手4番マイネルプロンプト、池脇を振り切ってジャンプ、その後ろに10番大成ドリーム、3番シンキングダンサー、6番のラピッドシップの追走、後方まで無事飛越を終えています。8番のルペールノエルの追走で2コーナーの谷を下っていきます。さあ駆け上がって2番の宮地タイガー先頭キープ、リードは2馬身、2番手に5番のお重長さん、その後ろ2馬身差、1番の日本ピロバロン3番手、これから芝コースの外回りへと入っていきます。そして4番のマイネルプロンプト動いた、3番手からお重長さんに接近する。さあ先頭は2番の宮地タイガー、リードは2馬身、ハードル障害踏み切ってジャンプ、低いケースクリア、2番手5番のお重長さん、マイネルプロンプト少し体勢を崩した、内から1番の日本ピロバロン、3番手が2番手に接近、シンキングダンサー、さらに外から10番大成ドリーム、前は固まって残り800を通過、その集団の後ろに4番マイネルプロンプト、3コーナーのカーブに入っていきます。さあお重長さんわずかに先頭か、ハードル障害踏み切ってジャンプ、外から3番シンキングダンサー、2番手、3番手に10番大成ドリーム、1番の日本ピロバロン、4番手、あとは少し離れて4番のマイネルプロンプト、さあ前の争いですが、5番のお重長さんが先頭だ、外から3番シンキングダンサー、再び差を詰めて残り400を通過、3馬身後ろに10番の大成ドリーム、4コーナーから直線へ、最後のハードル障害へ、お重長さん先頭、外からシンキングダンサー踏み切ってジャンプ、さあ無事飛越を終えた、3番手に10番大成ドリーム、日本ピロバロンとマイネルプロンプト、あと 150m 坂を駆け上がって突き放す5番のお重長さん、2馬身3馬身、2番手3番シンキングダンサー、3番手4番マイネルプロンプト、お重長さんゴールイン、5番のお重長さん完勝です。見事史上初中山グランドジャンプ4連覇。